プレーの声が先せられました。斉藤開幕の第1球であります。バッターボックスに4本安打であります。いい当たり、ショート、おっと、さあ先頭バッターをショートライナーに抑えましたが、今の当たりを見て高田さんいかがです。取ってもらってホッとしたという感じ、ちょっとこれで落ち着くんじゃないですかね。はあ、それにしても高田さん、今年の斉藤は良かったようになって、これ大丈夫かなと思ったんですけども、あのトーナメント大会でもいいピッチングでしたからね。そうなんですね、最後までずっと好調ですが、それも全くなく順調に開幕を迎えて、ワンアウトを取ってバッターの村2&1、予告先発であります。むしろすっきりしていいですねという斉藤。バットが割れた、セカンド篠塚、ファーストへ2アウトを取ってバッター江藤を迎えます。さあこの江藤が打つ前に話す、器用そうで不器用なんですよ。あら、そうですか、それがその野村バッターをもう完全に打たせて、勝手と小細工、そういうの足を使っての打順になりますね。そうでしょうね、最初からその前田4番っていうのをキャンプから言ってましたよね。まあ、あのオープン戦ずっと通してますんでね、まあ、こういったものから見れば、まあ、江藤の4番の方がっていう感じはするんですけどね、これはもう監督の影響で、ゲームがありました。びっくりしましたね、開幕戦でこんなゲームっていうのは。ダイエーのゲームご覧になりましたね。はい、すごいですね、しましたね、ダイエー、はい、17点、やはり結構使いましたんでね、その、まあ、つけといったらおかしいんですけど、うん、方針が違うでしょうが、今年、まあ、ご覧になったでしょうし、話もされたでしょうが、三村監督、チューズで右打席しか立てなかったのは、やはり正田も本人もイライラしたと思うんですよね。ああ、2回に小早川がレフト線のツーベースヒット1本、この1本だけであります。ファースト落合取ってベースを踏んでスリーアウト、ノーヒットノーランを逸した野茂であります。そういえば伊藤が千本選手が8日ミネアポリスでのアスレチックス戦で史上195人目の2000本安打、3番江藤、4番前田というオーダーであります。右へファウル、打率が3割1分7厘ということは、これで連続して2年3割バッターですよね。あの打撃センスは本当にもうすごいものも、最近の高田さん、ブラウンご覧になりました、とにかく元気で動いてますね。そうですね、去年は結構いい成績残しましたからね、相当自信になってるんじゃないですかね。目をこう上下にヒッチしないと言う、でもね、少し出るんですよね、うん、でもだいぶこうね、チャー投げてバックスイングに入るとき顔が上下するんですよね。そうなんですよ、でいいときはそんなにヒッチしてないんですよ。あと大きい声が響くんですが、うん、打球音がを捉えました。ヒットを打って明日につなげるプレーをしようと指示を送っています。そうでしょう、そのつけられています。はいよ、はい、これだけあの大きな声でストライクのコールありますね。そうですね、点を取れません。そのぐらい斉藤が好調なピッチングを、スリーベースヒットを打ちました。小川さんを状況を見ながら使っていく、決して、ただこのところ村田の成長が著しく、大久保を完全に抜いたというふうに評価しています。あーと空振り6個ということであります。成功率が7割5分8厘、3試合か4試合少なくなるんですよ。はい、ピッチャーがあの投げる回数が少ない、登板が少ないということになりますね。とするとそれはありますね。はあの、まあ、さて得点のチャンス、ジャイアンツ内野陣がぐーっと前に出ます。あーとバットが出ます。それも点差によりますからね、うん、そうね、はあ、バッターが一番に戻って広くなるんですね。そうですね、はい、
この後ろから映る見てましたらボールをちょっと開、フォーク気味に開いて握ってますね、落ちる球の時。これはこれですか、まあ、北別府には悪いんですが、北別府はまあ中1週間なり置きますよね。これが川口なり笹尾、なるほど、でそう思って130分の1っていう思うことですよね。なるほどね。ショートゴロ、愛がさばく、ツーアウト。特にこの小早川は立ち上がり斉藤からツーベースを放っています。高め、相当カラーのカーブはすでにベンチです。センターへいい当たりをされた、守りの高め、屋敷が取りました。ジャイアンツ開幕斉藤の見事な完封で勝利をつかみました。